菅井彦三は、京都府出身の元騎手、長教師。息子は、元騎手、現長教師の菅井直介。弟は、元騎手、元評論家の菅井志郎である。1956年に、騎手見習いとなり、1959年3月に、阪神、橋田俊三旧社からデビュー。初騎乗は、同7日の阪神第六競争後歳、以上40万した、チエスターで、 初勝利は4月26日の京都第4競争4歳以上10万した玉知恵里であった。同日の第7競争4歳未勝利では強盗中5番人気の玉市を勝利に導き、1年目はこの2勝で終わった。2年目の1960年からは障害競争での起乗をはじめ、平地3勝、障害3勝の合計6勝をマークし、11月23日の 京都大障害、白金で重賞初騎乗を果たす。3年目の1961年は22勝と、初の2桁勝利を挙げ、1962年には、大賀賞、クイーン博美で GIQ、レース、8大競争初騎乗を果たす。同年の阪神大賞典では、元一に騎乗し、リーフオーレルシーザーを抑えて、重賞初制覇を挙げる。人ともに、 初めての重賞制覇となり、1963年には、同馬で、京都記念も制す。1964年からは、平地競争の起乗に専念し、9月23日の、京都第9競争桃山特別、シュアーホースで、通算100勝を達成。1966年の京都4歳特別、ウルターニュで、重賞3勝目を挙げる。 1967年には、自己最多の51勝で、自己最高の全国5位にランクインし、小倉記念ではタフネスで、田島よしほ、クリバックの重賞3連勝を阻止したほか、さつき商場、大コーターや、大下商場、若雲を抑えて、重賞4勝目をマーク。1967年10月15日の京都第12、競争4歳、以上70万した、ガーターで200勝。 1973年3月24日の阪神第5競争4歳200万した、相手エタンで300勝を達成。1973年は弟、史郎が主戦騎手であったタイテームの騎乗を任され、マイラーズカップで6年ぶりの重賞制覇、天皇賞で自身唯一の GI 級、レース、8大競争制覇、同年5月12日の京都第10競争5歳、 以上600万した清大鼓が最後の勝利となり、1974年に現役を引退。最後の騎場は同年2月17日の中京第8競争関ヶ原特別大器であった。引退後の1976年3月に旧社を開業し、初出走は同14日の阪神第9競争淡路特別。カレントビクトリーで弟、 白が起乗して発等中5着であった。初勝利は4月20日の京都第6競争予度、障害ステークスファンドリナイロで、延べ10頭目であった。1977年には、初勝利を挙げたファンドリナイロが、京都大障害を制し、開業2年目での重賞初制覇を達成。1978年には、中山大障害も制した。1979年には、 自己最多の49勝を挙げ、長強シリーディングでも自己最高の全国2位にランクイン。1980年12月7日の中京第9、競争4歳、以上400万下、東海上寺で通算100勝を達成し、同馬は優秀少年度代表馬を受賞した。1985年に息子の久しすが騎手デビューし、 なおすとの親子コンビでは重賞を参照している。1986年10月5日の福島第3、競争4歳未勝利、ライラックゴールドで200勝、1992年7月26日の小倉第8競争4歳、以上500万下、萩のピリカで300勝、2001年6月16日の函館第3競争3歳未勝利、 プレシャスデライトで400勝を達成。2008年のキーンランドカップ谷のマティーニが最後の重賞勝,勝利となり、定年を翌年に控えた2010年3月27日の中京第5競争3歳未勝利、コアレススキャンで500勝を達成し、9月4日の小倉第3競争障害3歳以上未勝利、柏詞の洋介が最後の勝利となった。 2011年2月28日に引退。調教師生活最後の日は、前日の同27日で、小倉に管理場を3頭出走させた。第10競争を呼ぶこと区別、リバートップガンが最後の出走となり、セリザワ淳一が起乗して15頭中15着であった。引退後は調理師免許を取得し、北海道函館市に移住。函館市、野木町で、 ふるさと食材工房随船を経営。ふとじは98大競争を含む GI q レース。ふとじは98大競争を含む GI q レース。ありがとうございます。